はい、お元気。ここまで来ると監視規制連絡はないね。若干、ふてくされつつも黒いはあなたのジェンカースコンストラクトライフを応援します。前回、フュージョンクラフターのティアーをドラコニックにしたので、アンチマターリレイとエネルギーコレクターをマーク3に変化させるよ。これでクラインの星にエネルギーまたカレンシーを充填する速度は最大になりました。エネルギーコレクターもしっかりとマーク3にしておきましょうね。今、マーク3に強化した2個のアイテムはエネルギーコンデンサーを強化する中間素材にもなっております。つまり、すぐクリアすることのできるクエストがジェムアーマーの他にエネルギーコンデンサーマーク2が浮上してきたわけですな。ジェムアーマーも必要となる素材というか指輪や装飾品は前回の倍速編集の中に組み込まれておりますし、バリバリ作成して、死ぬことがほぼなくなる防具を作成することにしましょう。深海の兜、地獄の鎧、重力のすね当て、台風のブーツ。とても仰々しい名前ですが、その名前に負けない性能になってます。これでジェムアーマーもクリアしたので、お次はエネルギーコンデンサーマーク中を作成しましょう。こちらも作成に必要なものは揃っておりますので、パパーッと終わらせちゃいます。必要なものはダークマターブロック、レッドマターブロック、クアンタムストレージ、そして、冒頭で作成したブロック2個。やっべ、クアンタムストレージは作ってないぞ。とりあえず、大急ぎでクアンタムストレージを作成していくことにしましょうか。幸い、資源は大量にあるので、作れるはず。まず、シュルカーボックスをある程度の数を作成することができるようにシュルカーの召喚を行いましょうか。より白となる人形を作成し、そこからシュルカー召喚に使う人形を作成しましょう。この人形を1ウォーターの入ったバレルに投入することで、時間が経過するとシュルカーが召喚されるようになります。エンドに行くことができない序盤で、シュルカーの殻が必要となる場合は、この人形を用いた召喚を利用すると良いでしょうね。ということで、シュルカーボックスを作成しましたら、そこからストレージボックスを作成していきましょうね。まず、最初にアイアンストレージクレートを作成いたしましたら、お次はゴールドストレージクレート、そしてダイヤモンドストレージクレート、最後にクアンタムストレージユニットの完成となります。これにより、アイアンストレージクレート、ゴールドストレージクレート、ダイヤモンドストレージクレート、クアンタムストレージユニットのクエストを、クリアすることができました。これでエネルギーコンデンサーマーク2の作成準備が整いましたね。あとは時間経過で完成を待つのみとなっております。完成するまでの間に、クアンタムタンクも作成してみることにします。はい。クリア。ということで、クアンタムストレージ関係のクエストは全てクリアすることができました。戻ってきたらエネルギーコンデンサーも完成しておりましたね。これでプロジェクト E のクエストも結構少なくなってきた感じがあります。とりあえず、エメラルドを搬入し続けるようにしておけば、これでエネルギーまたカレンシーのあるアイテムをコピーすることができますね。さて、お次に取り掛かるのは、発電機カテゴリーのクエストにある、ソーラー発電機を一気に終わらせてしまうことにします。このソーラー発電機には、エネルギーまたカレンシーが設定されておりますし、すぐに終わることでしょう。作業の内容としては、必要な素材をクラフトする。そして、ある程度の数をコピーする。コピーした素材を活用し、ソーラー発電機を作成していくという流れになっております。ただ、この作業で作成することができるのが、ソーラー発電機の7段階目までとなっており、それ以降のレベルになると、アワリティアか、ドラコニックエボリューションの素材を要求されるので、発電機自体をコピーすることができなくなっております。ただ、7段階目のソーラー発電機まではコピーできますし、そちらを大量にコピーするだけで十分な電力を確保できます。まあ、私の場合は工業化モッドをさほど活用するつもりがないので、電力に困ることはあまりないんじゃないかと思っていたり、電力を消費するようなモッドで常時活用しようと考えているのは、ストレージ関連のモッドとかでしょうかね。それ以外の工業化モッドなどは必要となった時に活用する程度にとどめて、基本的には省エネ運用をしていこうと思ってます。コメントなどで、工業化モッドをもっと活用したらいいのに、というコメントを見たりしてますけどね。次以降のシリーズでは参考にするかもしれません。今回のシリーズではおそらく採用しないかもしれないですけど。ただ、電力の運用にフラックスネットワークは利用しますけどね。というわけで、そんなこんなで7段階目のソーラー発電機を作成することができました。あとはある程度の数をコピーして増やすことができれば、電力を安定して確保することができることでしょう。と、8段階目があるのを失念してましたね。これでコピーすることができるソーラーを作り切ることが完了しました。ということで、ソーラーの項目は完了しましたね。これで、発電機カテゴリーも残すところ2種類になりました。それではソーラー発電機を運用することができるようにするため、この石だけで構成された世界の空を見に行きましょう。ああ、この溶岩があるおかげで、リスポーンした時に燃えていたのでしょうかね。とりあえず、この溶岩を何とかして、拠点部分に日光が当たるように条件を揃えることにしましょうか。
ある程度日光を拠点に当たるようにしたところで、次は電力関連を解決することにしましょう。まず、下ごしらえとして、レッドストーンパウダーなどを精錬し、フラックスを作成します。そして、出来上がったフラックスと黒曜石、エンダーアイなどを組み合わせて、フラックスコアを作成します。そこからさらにフラックスコア、黒曜石、エンダーパールでフラックスネットワークのレンチ、フラックスコンフィグレーターを作成します。それでは、フラックスコアとフラックスブロックでフラックスプラグを作成しましょう。ちなみにフラックスブロックをレッドストーンブロックにするとフラックスポイントというものが出来上がります。電力をネットワークに供給するのがプラグ。ネットワークから電力供給するのがポイントというものになりますね。ネットワーク内の電力も、専用の電力ストレージを作成することができれば、電力の余裕もできるわけですね。この電力ストレージも最初に作成することができるものは大したものではないですけど、上位の代物がありますね。まあ、この上位のストレージもエネルギーマターカレンシーを活用してしまえば、簡単に作成することができます。そんなわけで工業化モッドスペースのリフォーム後をご覧いただきましょうか。普段は小精錬画をベースとしているので、黒い拠点ですが、こちらの工業モッドスペースは研究所っぽい雰囲気にしました。ただ、ここに配置する工業化モッドの施設はそれほど多くならないかと思ってますね。現在置いている施設は、エンパワーラー、フュージョンクラスターの2種類になっております。発電機も配置しておりますし、フラックスネットワークの保有電力は 14.21 ビリオンレッドストーンフラックスとかなり電力に余裕があります。そんな感じで電力の大きな余裕を確保できたところで、ドラコニックエボリューションのクエストをこなしていきましょうか。今回こなしていくのは、ドラコニックエボリューションのポータブルバッテリーを作成します。まず、手始めにワイバーンコアを核にしたワイバーンフラックスキャパシターを作成。このポータブルバッテリーは通過点に過ぎませんので、これよりも上位のものを作成しましょう。ドラコニックエネルギーコアを作成し、それを元手にドラコニックエネルギーキャパシターを作成します。これでもう一つのポータブルバッテリーのクエストもクリアとなります。さて、このポータブルバッテリーに充電できるように、ドラコニックエボリューションの充電器を作成しましょうか。ドラコニックエボリューションの充電器、エネルギーインフューザーは短時間で大容量の電力をチャージすることができますから、ドラコニックエボリューション以外の充電もはかどることでしょう。充電する準備も整ったわけだし、ドラコニックエボリューションの防具、ドラコニックアーマーの作成にも取り掛かりましょうか。ひとまず、試験的に充電してみることにしましょうかね。この充電も自由形による加速の恩恵を受けるのでしょうね。すぐにでも充電を完了させたい場合は、それも利用します。充電している時の動作とかは、周囲のドラゴンの羽がぐるぐる回るようになっているんですね。なかなかかっこいいんじゃないでしょうか。というわけで、ドラコニックアーマーまで一気に作成してしまうことにしましょうか。ドラコニックアーマーの性能も非常に素晴らしいものになっておりますし、アップデートを積めば、かなり便利になることでしょう。まず、さっくりとワイバーンアーマー一式を作成してしまいます。そして、このワイバーンアーマーを中間素材として、フュージョンクラフティングで、ドラコニックアーマーにしましょう。必要となるのは、ワイバーン防具を核に、ドラコニックエネルギーコア、アウェイクンドコア、覚醒ドラコニウムインゴットですね。それでは、給電環境が改善されたドラコニックエンフュージョンクラフターの作業速度に注目くださいませ。自由形も組み合わされば、即座に完成まで持っていくことが可能ですね。レッドストーン信号で条件が整い次第、起動できるようにしておりますし、複数のアイテムを作成する場合は、コアの下にホッパーで対応してます。というわけで、これでドラコニックアーマーも揃いました。アップグレード関連は、録画外で搭載することにしますけども。ということで、ドラコニックアーマーを装着してみることにしましょうかね。なんだろう、アホロートルみたい。まあ、それはさておき、他にもクリアできそうなドラコニックエボリューションのクエストをこなしていきましょう。ひとまず、エネルギーコアを作成するというクエスト。エネルギーコアの作成はドラコニックエボリューションの素材を格納しているチェストの中で完了することができます。このドラコニックチェストは録画外で作成したチェストですが、収納できるキャパシティもさることながら、多機能ですね。というわけで、エネルギーコアの作成が完了となります。この調子で、どんどんこなしていきましょうか。現状ですぐに着手できるのは、アドバンスドディスロケーター、モブグラインダーを入手すればクエストが2個達成できますね。モブグラインダーの作成は、ドラコニックコアとドラコニウムインゴットが入手できていれば、早くに作ることができますね。ひとまず、これでモブグラインダーのクエストはクリア。それでは最後にアドバンセドディスオカトアを作成するクエストで締めることにしましょうか。まず、手始めにディスロケーターを作成しましょう。このディスロケーターを核にフュージョンクラフトすれば、アドバンスドディスロケーターを作成することができますね。ということで、これでアドバンスドディスロケーターが完成したところで今回はここまで。ここまでのご視聴ありがとうございました。なんだかんだでクエストももう少しで終わりますね。